どうも、一生声掛けちのものです。今日紹介するこの車の社名を忘れちゃった。日産のキャラーサ、キャラヒル、キャラバンでした。今日紹介するキャラバンのですね、トランスポーター仕様なんですけれども、注目はですね、ここ一番直近のマイナーチェンジでこのように日産の V モーショングリルをセットしました。ちなみに限られた面積の中でクーリングをしっかりしなきゃいけないので、実はですね、これだけの幅広のパーツが来ると気流コントロールが大変なんですけれども、内部構造をしっかり解析して作ったことでこの奥のラジエーターとエアコンのコンデンサーはきっちり冷えるようになってます。そして向かって右、オートマチックフルード ATF のクーラーがセットされてます。そして反対側、インタークーラーがセットされてるんでした。横見てみましょう。永遠のライバルハイエースとですね、どうしてもフォルムが似てきてしまいますけれども、このキャラバンの方がですね、より乗用車的な造形になってます。例えばここフロントフェンダーはアーチタイプではなく、このように滑らかなブリスタータイプになってます。そのままリアにですね、このエッジが続きまして、ほらボリューミーな形に。そして今回紹介するこのモデルはですね、 4WD モデルです。ちなみにこの駆動方式もライバルとは違いがありまして、ハイエースはフルタイム4駆ですけれども、このキャラバンはパートタイム4駆なんです。ライトチェックします。テールライトチェックします。それにしてもいい色ですよね。ブロッケンジュニアよりも紺です。さあ、この車の最大の見どころ、ラゲッジをチェックします。とてもでかい。この室内ですね、最大幅がなんと1520ミリもありますので、これだけの幅があればですね、アクシスジカをもし捕まえても横倒しで4頭詰めますね。今回紹介しているのはですね、トランスポーターという特殊な仕様のモデルなんですけれども、その注目点はここです。なんとメーカー純正でこのようにですね、合板が貼られた木の床仕様なんです。ですからこの空間ですね、自転車ですとかバイクなんかを乗せても汚れませんし、でもね、なんかね、そうやって汚すのがもったいないぐらい普通のリビングの床みたいですよ。で、私身長173センチですが、鉱石をしっかり使った状態で、あーすごい余裕、普通に寝れて頭上にこんだけ空間が余ります。素晴らしいです。このように十分に広く長い空間ですけれども、さらに長くしたい、わがままっすね。やってみましょう。シートを畳みます。このキャラバン優れているのはですね、セカンドシートをですね、左右分割で50対50の分割で倒すことができるんです。ほら、まずこのように倒します。さらにですね、この下、この赤紐を引くことでダブルフォールディングができるんでした。後ろから見てみましょう。このように3名乗車で長い空間が作れました。ちなみにこの最大荷室全長はですね、3メートルにも達するんです。3メートルですよ。あともうちょいで軽自動車が入ります。じゃあちなみに両方倒しましょう。操作力は非常に軽い。はい、というわけでこのようなとんでもなく長い空間ができるんでした。もう荷室が広すぎて声が反響してます。あ、やっほー、はいし、オレンジアップルトマト。はい、さあこんな感じで、しかも室内光もこれ1325ミリもあるので、ほらこんなに余裕で歩けます。いや、それにしても広い。そっから見たらめちゃくちゃちっちゃくありませんか、私が。すごい。そして皆さん気になりますよね、これ見てみましょう。その前に一度鉱石を戻します。むちゃくちゃ簡単。そしてこれ気になりますよね、これはですね、なんとメーカーオプションのベッドキットの素材なんです。展開してみましょう。固定ベルトを外し、ベッドをセット。いや、これ想像より全然簡単。そして頑丈。
てねーん、これだけで完成なんでした。ちなみにこういうベッドキットってディーラーで独自に仮装したりってすることはあるんですけれども、メーカーがですねしっかり純正オプションとして用意しているのはものすごく稀です。すごくありがたい。すごいのがこのベッドはですね、このように鉱石をフルに使った状態で使えるっていうことです。このとんでもないスペースユーティリティの高さがですね、やはりこのフルサイズのワンボックスを買うメリットですよね。そしてこれ下の段はですね、荷物置きのスペースにもなります。ほらこんなに広い。だからバーベキュー道具なんかは下に突っ込んどくといいですね。キャラバンで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトはあるのかですよね。あるのかな、ないのかな。結構幅広塗ってる。あ、久々、何もない、0点です。シートの乗り込みはなかなかワイルド。このようにステップに足をかけてグリップ握ってよいしょっと乗りますよね。ワイルドスタイル。そしてドライバー正面、メーターは伝統的なアナログスタイル。インパネはこれがとても5ナンバーサイズ、つまり 1.7 メーター未満とは思えないほどとても幅広の空間が広がってます。また造形もですね、なんかこうワークギアっぽくなくて乗用車系といいますか SUV 黒缶風味なスタイルになってます。注目はここ、ダッシュボードの上部にはトレー風のスペースがあります。さらに下モニター下部のこの部分引くとドリンクホルダーが出てきます。センター部分には超大型のアームレストがありまして、ここを開けるとすごいのがとても大きくて、なんとてれーん、14インチサイズのノート PC まで入っちゃうんです。便利。シャキーン、リアシートの硬さをトロ、中トロ、大トロで確認、冷凍マグロチェック。意外、柔らかめ、中トロです。リアシート乗り込みはこのように段差がありますが、しっかりとした階段がありますので乗りやすいです。フロントよりも乗りやすい。そしてリアシートね、これ本当にね、意外なほど、さっきのチェックでも分かりましたけれども、柔らかめで座り心地いいです。シートは意外なほど横幅がたっぷりありまして、これならみちこ、ひろこ、純子の腰の3姉妹も仲良く座れます。そしてこれ快適性を高めるためにこのようにリクライニングもがっつりするんです。ほら、さらに注目は上、リアクーラーのコントローラーがついてます。そして下、前方中央にテーブル、2.5 リットルのディーゼルターボエンジンはですね、この 2.1 トンの割と重めの車重に対してもやすやすと加速させていきます。結構パワフルだな。ギア比が低いのも効いてるかもしれません。車内にはディーゼル特有のですね、乾いたサウンドは結構してます。さあ、じゃあちょっと高速に乗って試してみましょう。今ランプです。合流路登ってます。スポーツエンジンのようにモリモリとしたパワーというわけではありませんけれども、非常に軽やかにスムーズに回転が上昇していきます。じゃあ料金所を過ぎて合流します。時速80キロ、やや上り勾配でのエンジン回転数は1800回転ほど。加速時にはディーゼル特有のサウンドはしてましたけれども、巡航になると途端にですね、その乾いた音はやみます。エンジン音はもちろんですねしているんですけれども、格段に静かになりました。さあ、この 2.5 リッターディーゼルターボはですね、147馬力と213ニュートンというですね、意外にも結構な性能を持ってます。これどんなもんなんでしょうか。ちょっと踏んでみましょうか。強く踏みます。ギュンギュン加速するって感じではないですね。ないんですけど、踏んでも踏んでも速度が上がらないといったですね、悲しい感じにはなりません。いや、それにしても姿勢が高い。
一般的なミニバンや SUV なんかよりも全然視線が高いから、なんかですねこれ今は流れてますけれども、若干道が混んできて渋滞して周りのみんながちょっとイラついた動きをしていてもですね、君たちは何をそんなに行き急いでんのかな、私のような神の視点を持ってるとそんなイラつきとは無縁でございますって感じになります。いいね、気分いい。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアがリーフリジットです。これフロントですね、前輪の真上にキャビンが来る関係上ストローク量を大きく取れないんです。それでもですね、実は乗り心地想像よりは全然悪くないです。この意外な乗り心地の良さはですね、フロントのスプリング形式にもあります。フロントタイヤからキャビンまでのスペースが短いので、つまりストローク量が稼げないこの車のスタイルなんですけれども、コイルではなくてトーションバーのスプリングを使ってます。コイルスプリングでは短いストロークの中で車重に対応させようと思うととにかく硬くせざるを得ないんですけれども、この点トーションバーの方はですねコントロール幅があるので、ある程度乗り心地に振ることができているんです。ですからこのように道路の継ぎ目など反応はしますけれども、そして音も若干してますけれども、でもドライバーはですね不快なところはありませんよ。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しましてそれホームランポイント。最大に室長が3メートルもありますからライトは1個じゃ足りません。1、2、3、なんと3つもあるんです。この車の最小回転半径はとっても小さくて、なんと 5.2メートル。運転しやすい。インパネの下部にはこのようにドリンクが入る空間があるんですけれども、注目はここ、空間の奥にこのようにスリットが開いてまして、冷風が吹きつけてドリンクを冷やしてくれるんです。使わないときはこれを閉めれば OK。 なんて細やかなんでしょう。後席の窓は右側のみで、このように手動で開きます。パワーウィンドウの方がいいやって思うでしょ。でもね、そうでもないんです。エンジンを切って車中泊なんかしてるときにはこのように手動でいつでも開けれるのがメリットなんです。荷室を有効に使うユーティリティナットホールがもともと標準で開いてます。このような純正オプションのパーツを組み込みやすいんです。これ実はこのキャラバンクラスではとても珍しい装備。リバースに入れるとリアビューだけじゃなく360度ビューも見れます。このクラスではありがたい装備。というわけでキャラバントランスポーターはですね、大人5人がしっかり乗れた上に、その後ろにさらに広大な空間が広がっていて、でただそれでいてボディサイズはですね4ナンバーサイズ、つまり5ナンバーサイズと一緒ってわけなんですけれども、のコンパクトさ、そして動力性能も超高速での移動といったものをですね考えなければ、非常に運転もしやすくですね快適なものがあります。というわけで車中泊やキャンプが人気のこの時代、ミニバンではなくこのキャラバンクラスを選ぶっていうのはやっぱねありなんだろうなと思います。大変美味でした。ごちそうさまでした。